ギド・ブルクシュタラーは、オーストリア・ケルン・店主、州、フィラッハ出身のプロサッカー選手。元オーストリア代表、FC ・ザンクト・パウリ所属。ポジションは、フォワード。2014年5月23日、オーレグナースール・シャール監督率いるカーディフ・シティ、FC と3年契約を結んだ。8月8日のフットボールリーグ、チャンピオンシップ開幕戦、ブラックバーン・ローバーツ FC 戦で、 残り20分からケンワイン・ジョーンズと交代し、加入後初出場。5日後のフットボールリーグカップ1回戦、コベントリーシティ FC で、初ゴール。2015年1月26日、双方合意の上で、カーディフとの契約を解除。4日後、に、ブンデスリーガの1、FC ニュルンベルクに加入。2017年1月12日、シャルケレヨンに移籍した。 2020年9月 FC ザンクトパウリに3年契約で移籍した。2012年2月29日に行われたサッカーフィンランド代表との親善試合でアディショナルタイムにアンドレアス・イバンシッツと交代し代表初キャップを記録。2017年10月6日のワールドカップ予選セルビア戦で代表初得点となる同点ゴールを挙げた。 2019年8月26日代表引退を発表した。ありがとうございます。